試合始めていきましょう。火花対アークエースの試合です。ハローファイト。さあ初段を避ける。おさあここまで、さあガンガンに前に出て、さあ先制点決めてきたのは火花、2人が同時に点数取ってきました。来ましたね。さあこの2点のリード、さあここから返していけるか。アークエース試合始まって30秒経過、はい、ネガティブ選手が 2143ですね。やり返してきましたね。やり返しましたね。さらに4枚。残り40秒。さあこの両面展開されたときにどう防いでいくか。ユウ選手がしっかり自分のシールドで守ってますね。そうですね、ライフほとんど削られず。残り時間迫ってきた。1点差。さあ先にシールド使い切ったのはレッドサイド。しかしネガティブ選手の3のシールドも残っている。さあショウ選手のライフが残り1枚。さあこれを捉えるのか逃げ切れるか。狙ってますね。狙ってますね。さらに追加点。狙ってるところを逆に狙っていく。さあラスト5秒。さあ逃げ切るか。取れるか。1点。ここで試合終了。2対4でアークエースの勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは試合始めていきましょう。第2セットです。さあ火花ここで取ることはできるのか。はい、波動ファイト。おー変えてきます。さあ先制点を決めてきたのは火花。さらに4番的。さあ流れを完璧に掴んでいるぞ。さあここでアークエースがシールドを使ってきました。これ使うまで2点というのは結構大きかったですね。かなりでかいと思いますよ。さあ、アークエースはシールド両点、2壁ですね。1135のプレイヤーが2人、アタッカーがリュウ選手です。はい、この2壁で第2セット取ることができるか。この両面展開で2壁を展開していくっていうのはアークエース流ですよね。そうですよね。大体のチームは片壁片面に張って攻めていくっていう方法なので、これ結構難しくて両面に張るって。そうですよね。そうアタッカーも考えて動かないといけないし、ただ納金で張ってればいいっていうだけじゃないので、こっちにアタッカーいなかったら1回下がって割に専念しようっていうシールダーも考えないといけないので、全てを1回果たして2点差。さらに追加点決めていく。3対0しましたので試合始めていきたいと思います。第3セット、これに勝った方が決勝です。波動ファイト。このような形となりました。こうなるとやっぱり先制点かなり大事になりますよね。かなり大事になりますね。このパラメーターだと、まず最初にシールドを展開してきたのは火花。アークエース全然削れてないんですよね、みんなライフが。確かに、うん、そこがやっぱりアークエースの強みですよね。 そうですね。その回避能力、集中力、集中力、回避力かなり強いと思います。しかしお互い失点はまだしていない状態、はい、ここで先制点を決めてきたのはアークエース。その瞬間にシールド張ってきましたね。張ってきましたね。おー狙い時と。うまい。さあ外の声もかなり熱いですね。熱がこもってます。さあ残り時間迫ってきました。お互いシールドプレイヤーが1人ずつ、うん、さあここで決めてきました。正面ですね、真正面。おー重ねてく。残り15秒。さあまだねお互いシールドがあるので、さあ斜めを。さあズーマ選手がライフ残り1枚。翔選手が狙われる。バレ際を狙ってます。おー、さあ決めてきた。なんという延長戦。ここで取るのがアークエースですよね。さあ火花も避けが良かったですけどね。どちらが勝つか分かりません。はい、おばさんの待ちスタートです。お互い硬いシールドが若干あるが、
ネガティブ選手が狙われてるか。狙われてますね。しかしズーマー選手4枚なので前に出て、うん、そうですね、線集めますね。ネガティブ選手ライフ1枚でも前にいる。ネガティブ選手それでもいる前にいる。おっと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 